平成28年台風第11号は2016年8月に北海道に上陸した台風である。この台風と同年の台風7号、9号、10号等による災害は後に政府により激甚災害に指定された。進路図2016年8月16日頃に形成が始まった低圧部から17日21時に TD10W と同時に低気圧として発生した。低気圧番号 98W を与えられた。気象庁では18日9時に消滅した後、同日21時に再び熱帯低気圧に昇格したとしている。合同台風警報センターは19日8時に熱帯低気圧形成警報を発し、熱帯低気圧番号 13W を割り当てた。また、 気象庁は19日夜から20日早朝にかけて発達する熱帯低気圧に関する情報を発して警戒を促した。13W は20日9時、日本の東で台風11号となりアジア名コンパスと命名された。命名国は日本でコンパス座に由来する。台風は東北地方に接近した後、本州東岸を北上して、 21日23時過ぎに北海道釧路市付近に上陸。その後も北上を続け、22日3時にオホーツク海で温帯低気圧に変わった。この台風は同年の台風7号に続いて北海道に直接上陸した台風となり、このような台風が1年で複数個発生したのは観測史上初めてとなった。しかも、 直接の上陸ではなく最上陸ではあるが、この台風上陸2日後の23日には、台風9号が北海道日高地方中部に上陸したため、最上陸等を含めても北海道に年間で複数の台風が上陸したのは統計史上初である。2016年に発生した11番目の台風という意味で、台風11号とされているが、同年の台風10号は、 速報段階では19日21時に発生したとされていったが、事後解析により21日21時に発生したとされ、発生日時が速報時より2日も後倒しに修正されたため、20日時に発生したこの台風の方が台風10号よりも先に発生していたことになる。そのため、実質上はこの台風が台風10号、台風10号が台風11号である。 このような台風番号と発生日時の逆転現象は2009年の台風7号と台風8号におけるケース以来7年ぶりに発生した。北海道では台風が接近する前から前線の停滞の影響で断続的に雨が降り、北見市の所川は21日未明、4カ所で堤防を水が越えて氾濫。札幌管区気象台は22日にかけ、 局地的に雷を伴った激しい雨が降るとして土砂災害や河川増水などに厳重警戒するよう呼びかけた。開発局によれば、所川では増水によって堤防ののり面が幅16メートル、高さ3メートルにわたって崩れた。北見市によれば、所川の周辺で車が水に浸かり、40から60代の男女3人が低体温症などで手当てを受けたが、 命に別状はなかった。上川管内美瑛町の堂々天神橋美瑛線は路面の一部が陥没して天神橋温泉の二つの施設の宿泊客らおよそ90人が一時的に取り残されたものの21日正午過ぎに応急工事で全員が避難した。北海道や各市町村によれば住宅被害は床上浸水が 市別市や根室管内ラウス町などで13件、床下浸水は54件であったという、各地で避難指示や避難勧告が出された。2016年は8月16日から9月1日にかけて一連の気象現象としての台風7号、台風11号、台風9号及び台風10号によって全国各地に甚大な被害がもたらされた。そのため、 激人災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて当該災害は激人災害として指定された。ありがとうございます。